中日春季キャンプ2日、北谷、西武、巨人、オリックスで活躍した清原和博氏がキャンプを視察。巨人から移籍した中田翔内野手のフリー打撃を見て太鼓判を押した。写真、ベンチで清原氏と握手する中田風貌が似ていて、なんか親子みたいな二人やね。笑、ケージ裏から鋭いスイングを目に焼き付けた清原氏。やっぱり力があるなぁと思います。キャンプ2日目でよくバットが触れている、と目を細め、僕も経験がありますが、最初は力みますから。リラックスして自分の力を信じてやればいけると思います、とアドバイスも送った。さらに、監督が決めることですが、と前置きした上で、4番を打てる力はあると思います、と断言した清原氏。ドラゴンズにエールを、と報道陣から問われると、とにかくファイティンです。と笑顔でガッツポーズも繰り出した。今回で3年連続の中日キャンプ訪問となり、PL 学園の後輩にあたる立浪監督は、毎年来ていただいてありがたく思ってますし、1年に1回ですけど、野球の話をさせていただいて、有意義な時間を過ごさせていただきました、と感謝の思いを口にした。